どうも、マコです。どうも、マコです。決めて、マコです。はい、じゃあ今回はですね、はい、マコくんがデリバリーしたということで。ああ、そうです。デリバリーデリバリーしてきたということで。はいはい、はい、ホテル、ホテルにデリバリーがヘルスしてきたということで。最近どういう女の、最近どういう女の子が趣味とかありますか？最近は、でもまあ、僕ちょっと思ったんですよね。正直、勉強って堅苦しくないかと。皆さんね、まあ、楽しくやられてますけど、まあ、多くの学生にとってやっぱりちょっと難しいものであると、まあ、楽しんで勉強できたらこれ以上のことはないと思うわけなんですよ。これ以上のことはない。まあでも嫁も彼女もいらないってこと。そういうことや、そういうことやな。似合いも気持ちがいいということで、今回の企画は楽しんで学ぶ勉強ゲーム選手権。やばい、お母さんと一緒みたいな。お母さん、まだまだ中二ちゃんやな。で、まあ今回はですね、メンバーそれぞれに遊んでたらなんか知識が身につくようなゲームをちょっと考えてきてもらったので、そちらをですね、遊んでいきたいと思います。まあ、今回のゲーム、一つ面白さと勉強への役立ち度みたいなね、はい、この二軸でちょっと評価したいなって思ったんで、まあ、先生といえば、まあ、伝言ということで。もうお前もちょっと顔か、噛んでるよ。噛んでるよな。まあ、という感じで、伝言にはちょっと審査員として、なるほど、入ってもらおうかなと思う。まあ、ただ、ですね、ゲームによって、4人対戦やったりするかもしれないんで、まあ、ちょっとメンバーは、もうみんなで遊ぼうって。みんなで遊ぼうっていう感じで。で、でも自信があるということで、でもこの世の中を変えたい。もう、そういや、勉強は楽しくに変えたい。さすがにもう、ドンキに置いてるよ。僕もこれ、昨日一晩で作りました。それはどうなんやろ。僕どっちかというとソフトなんですけどね。ああ、そういうこと。体さえあればできるみたいな。体さえあればできるみたいな。体探しやな。俺も同じこと言おうとした。というわけで、やっていきたいと思います。メガネマネマネズリズム天国。絶対学べへん。ちょっと台本読ませていただきます。お前そんなちゃんとしてる設定。何年 YouTube やってんのお前。僕が持ってきたゲームは体細胞分裂カードゲーム。体細胞分裂。あなたたちは M 家の細胞です。おお、なるほど。たくさん DNA を増やして体細胞分裂に備えましょう。おお、なんかいい設定ですね。はい、いやいや、こちら何種類かカードがあります。 G1 期。ほう、はい、体細胞分裂っていう時に、はい、まあ、どういうその、はい、周期でやるかっていうんですけど、はいはいはい、M 期っていうのがあって G1 期、S 期、G2 期でまた M 期に戻ってくるっていう細胞周期ってものがあるんですよ。なるほどなるほど。で、今は皆さん M 期です。はい、初手。でそれから S 期、その後 G2 期になって、はい、また M 期に戻ってきて体細胞分裂が完了すると。なるほどなるほど。流れになっております。ここまではまあまあまあ生物のお勉強かなって。ああ、生物のね、はいはい、ターンの最初に1枚めぐります。はいはいはい。例えば G1 期が出ました。はいはい。ではこの真ん中に書いてある、もう一枚めくる、もう一枚めくる。あと G1 期が出ました、はい、こちら S 期出たらこのカードを手札に加えた上でもう一枚めくります。で G2 期、はい、手札を一枚戻してシャッフルして次のターンにいきます。今回は遺伝子を集めてゲームなんですよ。なるほどなるほど。でこの S 期が最終的に一番持ってた人が勝ちです。なるほどなるほど、なるほどなるほど。細胞って基本的にこう細胞分裂していくんですけど、たまに終わっちゃう細胞があるんですよ。はいはいはい。これが G0 期ってやつで、はいはい、この感じでいくと1回休みになっちゃいます。なるほど。このゲームの進め方と細胞の進め方がちょっとリンクしてるっていう。そうです、そうです。なるほどなるほど。つまりその細胞のこの過程を理解してしまえばこのカードゲームは必要ないということです。まあ、そういうことこっから何を学ぶんかなっていうのがちょっとまだ俺見え、ちょっとちゃんとは見えてこない。で、出るんすかテストでこの何？あ、出ます出ます出ます。2020年のセンターとかもバーって生物のところに行って。じゃその一問の対策のためにこれやるってこと。でもそういうことだよこれ。だってファイナーめちゃくちゃ狭まない。問題こっからです。やっぱこれだけじゃちょっとつまんないなと思うじゃないですか。あ、まじで。おー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 。こちら白紙になってます。お、白紙。はい。ここに書いてあることはさっき実行するって言いましたよね。はいはい。あなたたちが何をするか決めることができます。じゃあ委ねられたわけね。はい、ここにある S 機を全て回収するって俺が言ったらどうする。まあそれはやめてほしいやっていきましょう。シャッフルします。カット&シャッフー。お前何なん何のためにやいや頑張ってる細胞なの。根を伸ばしたいっていう。
根幹細胞。ああ、なるほど。あ、そっちね。ですね。お前どっち？そうしよる。仕込ん。いや、もう仕込んでじゃないですか。やっぱそうなんだね。俺冷えねえわ。あ、冷えない。お前とは相入れないわ。はい。はい。G1 期。おお。もう一枚めくる。もう一枚めくる。はい。マジで。ああ、もう一枚。もう一枚めくる。はい。細胞成長してるよ。今度は G1 期。もう一枚めくると。はい。DNA の複製行われる。行われる。はい。あ、一回休み。あ、一回休み。あ、これで終わりです。あ、終わりで終わり。じゃあ僕ね。はい。G2 期。手札ないんでそのままで大丈夫です。バオシャッフルすれば生きるんじゃない？バオシャッフルはします。なるほど。これまだ続く、これは。念願が S を持っただけってことじゃないんだ。それはそういうこと、そういうこと。俺は、一回、ヒゲ根を伸ばすことに成功したんや。そうですね。やったやん。そうそう、俺も。やったやん。ヒゲ根一本増えた。ヒゲ根一本増えたやん。じゃあ僕のターン。はい。大嵐、すべてのカードを山に戻す。その後一周だけある。もうその後一周だけ。もうあと一周しかできんってこと。早く終わらせたい気満々やもん。違う違う違う。はい。もう一回。G1 期ね。G1 期いっぱい。G1 期。はい。ああ。お前だけだもん。なんかもう。一緒同じ。新天地いいやね。新天地ね。はい。これも。もうあと3人のうち S 取ったやつ勝ちみたいな。ああ、実に。バオシャッフルするだけ、これシャッフルするだけです。終わり終わり終わりです。なんなんこのゲーム。おい、お好み焼き焼いてるみたいな感じだよ。わああ、いや、意味ないこれ。あれ G0 期1回休み。あ、1回休み。はい、G1。 もうええって、ほんま。クレーム来るぞ、これ。お前、このゲーム、クレーム来るわ。いや、もうちょっと違う展開が見てみたい。こちらの人。違う展開が。ちょっと、あ、減らします、逆に。G1 期。おぉ。G1 期。おぉ、いいよ。テンポいいよ。S 期。おぉ、いいやいいや。やっぱ最終的にさ、はい。あそこ、これです。これ、これ、これが。ああ、これがいいムーブだよね。でもさ、でもさ、もう一枚引かなあかんねやろ。そうです、そうです。一回休みを引かんとあかん。あ、はい、出た。死の細胞破壊ウイルス。相手プレイヤーの S 期カード1枚破壊。ああ、相手プレイヤーね。これ出たら終わりちゃう。お前じゃあ一番いい。ああ、いい終わりだったね。やっと出たで、取れたか。はい。あ、大嵐期入ってました。全てのカードを山札に。効果変えるか。自分のカードだけで。自分のカードだけでいいんちゃう。じゃあラスト一周やろう。ラスト一周。ラスト一周。じゃあもうラスト一周ってことにしよう。G1 期。S 期。お、やったよお前。やったよお前。これまだ続けられる。G1 はもらえへん。G0 はい、押して。はい。でも一枚や。はい。G1。G1。G2 引け。G2 引け。はい、OK。G2 ね。はい。手札を場に1枚戻す。こいつで。G1。S 期。好き。お大逆転ガチャあるよ。お、お、はい。死の細胞破壊ウイルス。相手プレイヤーの S キットカードを破壊。で、これ引いたの終わりですね。じゃあ、え、これでお前の勝ちってこと？そうですね。おめでとう。おめでとう。なんか勝ちました。なんか、何も悔しい。肝心の学びを得れたかどうか。意味を知れたかどうか。え、じゃあ順番言ってみ。覚えてる？俺覚えてない。まず、覚えてない。たぶん M が最初。 M が最初。 G1 S G2 で M に戻る。そうです。おー、そんだけ学べたらもう十分。確かに。ニッチすぎるって。もう何かさ、はい、寄せないよ。はい、ということで僕が考えてきたゲームはですね、英単語しりとりグリコー。まあいや、もうルール分かった。大体もう大体分かりましたね。やろう。じゃあやりましょう。オッケー、やりましょう。はい。まあ英単語で3人でまあしりとりしていきます。アップでやったら次の人はまあ E から始まる単語みたいな感じで、単語の数だけアップでやったら APPLE だけ5歩進めると。はいはい。まあなんで、できるだけ長い単語を言えた方がどんどん進めるんですけど、まあ英単語をね覚えるんですけど、綴り間違ってたら意味ないじゃないですか。なんで APLE とか言っちゃったら2本しか進めないという、合ってるところまでのスペース。はい、それ合ってるかどうかは誰か確認するんですか。これ審判がいるってことですか。そうですね。誰がいるんでしょうね。僕がやりましょう。あ、真帆君英語力自信ないってことですか。それはやったあるやんけ。やってほしいね。まあ英単語覚えるの結構ね、みんな学生苦戦すると思うんですけど、はい、はい、体で覚える、間違えたら覚える、覚えやすい要素が込み込みなので、まあちょっとやっていきましょう。
やってみよう。やってみよう。はい。しりとりね。はい。しりとり。英語で。ワードチェイン。ペンか。ワードチェイン。はい。ネイバーフッド。おお。知ってんの意味。近所。おー、やるやないかい。結構むずくない、しかも。さて、お前勉強してきたな。お前勉強してきたな。 N E I G H E O R H O O O D。 はい、正解。ディスカバリーでいきます。発見。 D。はい、はい、正解です。じゃあ、いいな。ほがらかな時が流れている。夏帰りの下校をイメージして。確かに、下校感ある、これ。まあ、制限時間、次からつけるか。うん、に、いいよ。いやーでいきます。短っ。変えるね。いや、ちょっと思いつかなかったんで。はい。早くも集団がばらけてきました。はい。レストラン。おー、はいはいはい。4、3、2、タートルで。え、タートル、はい。エレメンタリーでいきます。エレメンタリーね、はいはいはい。イエスタデーで。はい。イエローでいきます。ワンダフルでいきます。はい。ラッキーです。いいよ。イエス。いや、はい。ストリーミングでいきます。おー、グラジュエーションみたいな。はい。卒業。じゃあ、ナショナルジオグラフィックで。ありなんそれ。二単語やんそれ。二、一、ノーで。ノー。はい。オニオンで。はい。五、四、三、二、N A T。はい。はい、ゴールです。まーす。レングスで。はい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 。ショーツでいきます。はい。H から。はい、一回休みです。一回休み。ホリデー。おお。じゃあヤードでいきます。はい。ダイヤゴナルで。おお。はい。N。はい。A。L。欲しい。はい。まだ逆転あるよ。レクタングルでいきます。おお。攻めるね。長方形。はい。L。いや、L が間違ってる。 R? R です。うぇーい。レッグで。はい。足 L。 はい、お疲れ様です。お疲れ様です。うぇーい。帰り際にやるにはまあいいね。はい。なんか、やろうって感じじゃなくてフラッとやってくれたらいいかな。そうね。じゃあ続きまして、はいはい、偉人大富豪です。おお、面白そう、面白そう。ルールは歴史上の偉人が書かれたカードが配られますと、はいはい、まあその一番の人からね、こう場に出していくんですけど、はいはいはい、次場に出す人はその場に出された偉人よりより優れた功績を挙げた人を出してもらいます。カードにはもう人物の絵しか書かれてないです。どういう活躍を挙げたかっていうのは自分の脳内の知識の中だけでしか使えません。なるほど。つまりより知識を知ってる人の方がそのゲーム勝てるという。なるほど、なるほど、なるほどね。まあ場に出すじゃないですか。その時にまあ多分議論になると思うんですよ。いや俺の出したカードが強いやんけってなると思うんですけど、その時にディベートが発生します。まあまあ30秒ぐらい言い合ってもう審判にこっちの勝利とか、そうそうそう、こっちの勝利とかやるってことね。はい、はい、なるほどなるほど。手札をね、こう言います。7枚配っとこう。7枚のうち、はい、5枚なくしたら勝ち。そう、にするわ。リーチかかった時の発声とかありますか。あ、それね。小野の妹子と言ってください。はいはい。ラスト3枚だったら小野の妹子。小野の妹子。なるほど。これ誰からとかあるんですか。一応ショーゴイカード持ってたやつとかね。あ、確かにね。あ、じゃあ僕、あ、俺下人持ってるんで下人出します。下人ね、はいはい。いや、僕でも三倉サブちゃんのほうがいいショーゴイ目にサソリ代もいいですけどね。いやもうなんかちょっと待って、学ばせる気ある、このゲーム。なんかこのゲーム学ばせる気ある。メリサソリ隊とか入れたらさ、もう学べへんやん。下人は、はい、マジでもう下々の民やから、さすがに貯金0円です。
でも下人はあのラショウモに登場してあのローバの髪抜いてたじゃないですか、うん、その活躍ありますよね、うん、こっちの方がしょぼいですね、それ活躍で、でもこれあのでもサブちゃんあの結構あのいろいろ運んでくるよ、ちゃんと運んでくる、ちゃんと働いてるよ、しかもこっち働いてるよ、サザエ家にあの勝手に出入りできるから、あそうなんだ、まあ下人が一番下かな、はい農民賞、あ農民ね、農民ね、まあ確かにこれはまあ、じゃあ三河屋のサブちゃん、あ三河屋のサブちゃん、サザエさんの家に自由に出入りできます、サザエさん、いやそれ、それしかも俺が言ったやつ、さっき聞いたなそれ、まあいいよじゃあもう、審判ゲーやんこのゲーム、このゲーム俺次第やん、審判ゲー、じゃあ行きましょう、ガンジンですね、あガンジン、ガンジン出します、結構多いですよ、いやこれもうさすがにミキアルサブちゃんもう話にならないです、さすがにもう渡航歴めちゃくちゃ12年それはそれはそう、盲目になりながらも日本に到達、いやまあこれはでもさすがに上ですよ、ニャホニャホ玉黒、あーガーナの知ってんのかお前、ガーナのあれサッカー協会の会長元会長ね、おーよし取れないか、ニャホニャホ玉黒あの日本国民に笑い届けてます、あー笑いね、やっぱ平ボタンを押さしたからね、ちなみにやけどニャホニャホ玉黒が笑い届けたんだけどトリビアの泉が笑い届けたんだけどなあれ、これちょっと一回こうです、あっしゃー千の利休ですかね、あー千の利休、なるほどなるほど、お言ってみろおい、ガンジュに勝てんのかよ、千の利休はだってあのお茶の道を大成しましたし、はい、あのあれですね、豊臣秀吉に仕えてなんかそのわびさびの道を教えたりもしましたから、うん、ガンジュがいなかったら多分仏教とかなんかあんまり知られたってないかもしれないですけど、めちゃくちゃじゃあもう今いいように言ってくれたね、海外だとまあうちはキリスト教ですとか、はい、うちはイスラム教ですみたいなねありますけど、日本人ってなんか一応仏教習ってますけど別になんかそんな絶対仏教だみたいな風潮ではないよね、ハロウィンだってやるしクリスマスもやるじゃないですか、はいはいはい、うん、はいじゃあこれクリア、まあさすがに、まあ、でもこれいいなこのゲーム、アウトプットができる、さすがにまあ平沢和樹かなここは、あーお前だからさ、学ばせる気ないんよ、いやいや、お前学ばせる気ないよ、いやもう歴史上の偉人感出てる、いや、違う違う、これ、いや、じゃあ生き物 A だよ、これ、ただ千の利休はお茶の道やろ、はいはいはい、俺はこの、新時代においてこの、立系を広めるというお前、激寒いで、今170万人にお前、今、激寒いことやってんだよ、日本国民の、はい、この人は文化作った、何か文化、これを上回るってことは何か文化を作ってるっていうことではあるよね、そう、天秤を擬人化した初めての人物です天秤を擬人化した、そう、あーなるほどね、抽象的な概念を現実のものに落とし込んだ、なるほどなるほど、それはでかいよ、これはじゃあいいよ、おーい平坂月を超えてるのかな、なるほどなるほど、じゃあ僕開発ヒカルです、あー開発ヒカルさん、はい、もうチャンネル登録者、YouTuber 歴もう YouTuber で貢献度もう全てにおいて勝っています、あーちょっと待って、あの何のテストで点取りしたいいやでもこれは、これ未来何のテストして、あの、この方々たちはね未来の教科書に載ってんねん、ああなるほど、これ勉強ってそのテストに出ないじゃないの、なるほどなるほど、連続的な歴史を学んでいく、あなるほどなるほど、ここに重きを置いてるんですこのゲーム、なるほどね、いやこれしかないっす、これ以上の偉人、はいはいはい、山田くん、ちょっと待って、あの、何回もね、あのファイナリスト行ってますし、1回だけです、ああ、はい露呈してるじゃないかお前あれですね、ミスターサスケって言われてる、ミスターサスケ言われてますね、で、長野の誠とか、はい、あの人たちと一緒にオールスターみたいな感じで、あ、オールスターみたいな感じで言われてますね、6人ぐらいの人です、はい、はい、でもそれヒカキンさんよりすごいのかどうかっていう話やから、うん、しかも、山田勝美に憧れてあのサスケやりに来た人がおーおー、まあ、それはいると思う、制覇したとかいう話もありますね、まあでもヒカキンさんに憧れて YouTube 始めた人の方が多い印象ですね、その中で、じゃ本当に大成した人って何人いるんですかっていう話ことを僕は、じゃ逆に言うと山田勝美に憧れて大成した人って何人ぐらいいるの、やっぱファイナリストの、 あの6人のうち多分3、4人ぐらいは山田勝美さんに憧れてるわけじゃないですか、まあでも3、4人ぐらいいるんじゃない、ヒカキンさんに憧れてる、いやいや、ヒカキンさんはあの何万人の中の3、4人じゃないですか、はい、山田勝美さん6人の中の3、4人ですよ割合で考えるか、いやこれはダメです、あダメです山田勝美さんすごくないってことですね、全然え全然すごくないってことですね、脅してくれるぞ、こいつなんか1個前の人よりもすごいかどうかで話せる、この人が1000の凄さを持ってるならこの人は900の凄さ、負けてしまった、ただそれだけの話、すごくないだろこのゲーム熱いなこのゲーム熱いなフィードバックするとこの人の一番のすごいところあれは審判は知ってるやん審判は一番知ってるやんSASUKEが第2回第3回行われるか分からへん状態でSASUKEセットに100万円かけたこと
それ言えたら勝っちゃった。それ言えたらもう行ってた。歴史の勉強足りない。歴史の勉強足りない。さすがにヒカキンさんよりすごい人は聖徳太子ですね。まあまあまあ、これはまあそこまで言っちゃいますか。ヒカキンさんってそもそもアウトプットする人間じゃないですか。そういう人言ったら、その人の話を聞かずして自分の話だけをする人です。一方、聖徳太子っていうのはもう同時に10人の人の話を聞くことができた。つまり上司として非常に優れている。聖徳太子の凄さをそうやって言うの初めて聞いたよ、お前。やっぱ 人において大事なのは、やっぱりそのね、やっぱ話す能力よりもやっぱ聞く能力なんじゃないかと。まあ、まあでもこれは明らかに何人の人がこの人を知ってるかっていう観点でも、さすがに聖徳太子の方が上だと思いますので、ね、これはまあさすがに認めざるを得ないですね。無理やったら一回リセットするっていうのはできるんですか。あ、小野の妹子。あ、言ってない、もうはいはいはい、それ俺待ってたよ、ずっと俺全部聞いてください。聞いてください。はい、カーネル・サンダース。聖徳太子がね、どれだけ政治がうまかったかわかんないですけど、まあ、カーネルの方が、まあ、よっぽど金稼いでるでしょう。はい、偉いっす。あー、根拠のない根拠がないっすね。小学生に聞いた時にどっちの方が認知度高いか、聖徳太子でございます。やっぱ卑弥呼じゃないですか。あー、うわ、おー、いいとこに持ってんな、お前。聖徳太子って日本の政治とかに関わってきましたけど、それってやっぱ卑弥呼が先に国を作ったっていう、その前提があるわけじゃないですか。なるほど。卑弥呼なくして聖徳太子ないわけですよ。じゃあもう戻っていけば、もうすごいことになる。そうですね、先祖がもう優先される。先祖優先されるで。はい、じゃあその卑弥呼さんよりすごいのはやっぱ天竜人でしょ。うわ、お前またやってる。創作要請だってさ、日本国帝国の一部だけを治めた。天竜人は世界を束ねた。なるほど。この違いですよね。国を作ったのは昔の天竜ってこの人じゃないですよね。だってしかもこれ異業じゃないもん。この人を作り出した織田栄一郎さん。まあ確かに異業といえばそっちに行っちゃうわけで、でこれはこうじゃないですか。おい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 、卑弥呼強いな。じゃあ、はい、流れ流れ流れ、初めての流れ。はい、わあ、小泉進次郎さん。もう織田信長かな。いや飛ぶなー。すごい。議論の余地ないよ。議論の余地なし。いや、これはでもじゃあ明智光秀ですよね。だって。おー。なるほど。これも言わずもがな。これは。これはだってもう歴史上の物事がそう証明してるから。これはオッケーです。でも暗殺やろこの人。暗殺系の謀反のエージェントといえば、やはりこのレオン S ケネディじゃないですかね。はい、我らがレオンさん、その明智光秀はもう焼き払うというね、結構大胆かつ、まあ稚拙なやり方なんですよね。まあ、レオンさんといえば多彩なるアクション。もう言い方次第よ、お前の。ああ、大野の妹子。ギリセーフ。まあ、ギリセーフ。ギリセーフ、ギリセーフ。まあまあまあ。ライブの方が偉いでしょ。まあ、仮にこの2人が同時に存在したとしましょう。で、バイオハザードの世界に。その世界でケンタッキーフライドチキンの食料供給できる、偉すぎるじゃないですか。レオン・スコット・ケネディもケンタッキー食べてますもんね、多分。そうだね、そうお世話になってます。いや、マクド早いと思うで。まあまあ、これはいいっすよ。はい、じゃあまあ、じゃあエイトさん。エイトさんって香水っていうの流行らせましたよね。うん、それね、もっと流行ってるよ、ケンタッキーの方が。いや、だけじゃないです、だけじゃないだけじゃない。それによって、平沢和樹っていう、あの、謎の YouTuber が、王水っていう動画作りましたね。あ、あったね、あった。それによって、受験生たちに、その王水っていう知識を与えたんですよ。絶対それ以上に、感謝さんだったら、ケンタッキーの方が影響与えてるって、絶対。もう、さすがに、まあ、西村のひろゆきかな。教えてほしいね、これ。まあ、かの有名なこの2チャンネルの創設者。やはり今の時代って IT 産業、ネット社会なんですよね。そこにおいて国民たちの会話の場を作り上げた。これは非常に有益なことだと思います、ね。いや、これはでもすごいよね。え、ちょっと待って、A とはダメで西村のOKなんですか。まあ、有効か文明かだよね。で、2チャンネルというね、文明から数々のスラング。わろわろた、わらわらなど、たくさんの言語が今や国民のほぼ 100% に浸透して、それを我々は自由にこう使っている。お前次第やと思う、この言語。それはもう計り知れんものがありますよ。クリア。はい、勝ったー。なんなんこの言語。聞きたいけどさ、はい、このやる前とやった後で得た知識一つ言って。で、それ大事よな。レオンさん。バイオの主人公にいたんだなっていうのを僕は初めて知りました。僕はやっぱ山田勝美さん。あ、いや、俺も同じ同じ同じ。100万円100万円かけたって思いました。俺もそれやったな。お疲れ様でした。お疲れ様でした。
きましたけども、はい、ゲームの面白さと勉強の役立ち度の2点に評価してもらったので好評とともにちょっと、はい、第3位、はい、最下位とか3位って言いましょうよ。第3位の、はい、3位、はい、3位入賞、3位入賞です。おー響き、3位入賞、体細胞生物ゲーム。おー銅メダルです。銅メダル、すげえ。勉強に役立つが5分の 1.5、 ゲームの面白さが5分の 2.5 で4点です。十分4点です。あまりにも範囲が狭いということで、ということで、ということで、はい、ハエある。ハエあるんかな、これ。買わないけど。買わない、ハエあるってこと。ハエある、ハエある。買わない、買わない。そっちのハエかい。そっちだ。買わある。はい。勉強大選手権大会、優勝は、偉人大富豪。じゃあ、こんな感じの順位になりました。グリコのやつが、はい、役立つが5分の 2.5。はい、ゲームの面白さ5分の 2.5 で5点です、はい、で花尾のやつが5分の2、ゲームの面白さ5分の4ということで、おー6点ということで、4点5点6点になりました。マコのやつは、はい、もっとその受験に役立つ英単語に縛ってやるべきやとか、あれだってイエスとかまで OK にしちゃったらもうあんまり勉強に役立つとはならないかなって思った。なし、なるほど。直前に覚えていってそれでやるとかだったらありかも。で花尾のやつは、ね、一番いいなと思ったのはアウトプットが多い。ああ、それが一番いいなと思った。だから、まあ、さっき学んだことをこうやって言えちゃうっていう、うん、でそれを審判がちゃんと見てるっていうこの構図は勉強には非常にいいんじゃないのかなと思ったが、山田勝美とか、うん、なんで入れたんや。あれちょっとそれはやっぱお前のことを思って言ってたよ、ね、いや、いや、勉強もね、いろいろゲームにできることもあるので、まあ、勉強はね、嫌って思ってる人も多いかもしれないですけど、まあちょっとでもね、楽しんでできる工夫をしてみたらいいんじゃないでしょうか。じゃあ皆さんが、ぜひ皆さんがもう面白くする。俺はもう、商品化、ね、あ、もうめちゃくちゃ、お前もうマジで、お前だけ熱意高い。マジで一番売れへんと思う。マジでこの3つやったら、ダントツ売れへんで、それ。